まずはリビングレジェンドメタリックファイター。メタリックファイター？私の知ってるメタリックファイターじゃない。ちょっと違いますね。何か何やら不思議な。おっと、そのまま入ってきた。すごい。さあ来ました、絶対王者が現れた。おっと、ラウンドワン、はい、おっと、いきなり、サーカ選手が倒されてしまった。いやー、このね、ホイールで移動するというのは、サーカ選手の持ち味だったんですけれども、おっと、これはスピアパンチ。ぜひ、見て、皆さん、攻撃が決まったら拍手をしてあげてください。すごい。あっと、バックアップ、決まりましたね。いや、両者初回からガチガチと打撃を出してきますよ。これはどこにも行ってますか。真横にも移動できるという。これはメカナムホイール。そうですね、メカナムホイールという。あーすごい、バラスティアパンチがもう今日はとてもよく有効に、この回り込みの一瞬で回り込んでいきます。ダウン、ブレイク、ブレイク。いや、あのサーガ、全体王者サーガがもうロープギアまで押し込まれてますね。タジタジの押され気味です。サーガどうした？ダウン。いやー、こんな光景は初めてです。おっと、ガチガチと殴り合いだ。今までにこんな試合は、すごい。鉄の拳と鉄の拳がぶつかり合う。おお、すごい。こちらはギアードモーターといって、従来からサーガが採用している、はい、あの速度だけが制御できるモーターですけれどもね、はい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 、その分本当に速いですよね。はい、ただバックができないんですよ、実は。バックができない、はい、あっと、スリップスリップ。いや、今のは上手投げですね。第1ラウンド終了です。すごい。ラウンド2、はい。さあ、また最初と同じようにスリップできましたが、さあ第2ラウンド、さあ倒されてる。これはさあ掴んだか、掴んだか。ブレイク、ブレイク、ブレイク、ブレイク。いやー、レフリーの安否も心配になってきました。おしかし足を掴んだ、足を掴んだ、足を掴んだ。おお、すごい。いやー、左。なるほど、そうですね、広いところに出て起き上がると。なるほど、しっかり起き上がれる場所を選んで起き上がったということですね。ああいう体勢でも移動ができるというのも、まあ、このシステムのいいところですね。なるほど。あっ、最後の不発。さあ今度は1ラウンドのメタリックファイターのお株を奪うがごとく回り合い、回り合い、回り合いです。回り込み。おっ、お互いにが回り込んで、ダウン。これはダウン。さあ、これはアッパーパンチが決まりましたね。そうですね。メタリックファイターの爪先。ブレイク、ブレイク、ブレイク、ブレイク。さあ、マイを。はい。おっと、これは。おっと。マイを詰める。つい中心から。ダウン。いやー、今足を取りに行ったところ、もうかなり、おっと、よ、今なんていうか、スリップ重心が低い。ブレイク、ブレイク。そうですね、ドラゴンスクリューみたいな形で入ろうとして、ね、第2ラウンド終了です。さあ、これで第2ラウンド3分が終了いたしました。この後調整を経て第3ラウンドに参ります。ラウンド3、はい。あー、ここからはどういう展開になるのか。第3ラウンドです。しかし、おっと、つかれた。パンチ、パンチ、パンチ、ダウン。いやー、殴り合いでサーガが勝ちました。そうですね。おっと、メタリックファイター選手起き上がれましたね。はい、おっ、さあ、これもつかんだんじゃないか。つかんだんじゃないか。ダウン。スープレックスが見事に決まった。素晴らしいスープレックス。さすが投げはサーガ。連発でいきますよ。嘘。ダウン。いやー、ブレ
イプレイプレイ。メタリックファイターの本当だメカダムホイールが一つ。これはですね、なかなか厳しい状態ですよ。このメカダムホイールっていうシステムはですね、はい、4つの車輪をあの制御して方向を決めるシステムなんで、はい、1個取れちゃうともう方向が定まらない。まあ、真っ直ぐはいけたとしても、いや真っ直ぐはもう できなくなるんです。嘘でしょ。はい、今もしかして落とした。ブレイクブレイクブレイク、なんて言った。1,2,3 ブレイクノーカーノーカーブレイク。そうですね、今ロープブレイク、まだ全然残っておりますが、おっとこれはさあどうか。起き上がりの方は、はい、さあ起き上がりたいように見えますが、サーガン選手もあの倒れてる相手に対して、これは第3ラウンド終了です。ラウンド4。おお、はい、さあ第4ラウンドいきます。いやーメタリックファイター応援しちゃうな俺。おっバックアンドブロー。いやーあの足が折れるかお友達皆様ですね、柵の中には絶対入らないように、そして柵には触らないようにお願いいたします。ブレイクブレイクロープブレイクブレイク。今両足太ももをダウン出ました。スピアパンチ投げられそうになったところを押し込んでいく。さあ軽々と動いておりますが、なかなかダメージの突撃が見える。ブレイク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 。それに対してターガ選手ダウン。いやこれですよこれ。まだまだ動けるぞとメタリックファイター見せてきましたが、レフェリーに攻撃が。そうですね、もはやリングが狭い、もっと広いところで戦わせてくれというギラギラの気持ちを感じます。素晴らしい。はい、おあの残り10秒の標識がなりましたね。これ持ち上げます。これはすごい。今度は腕にも、アイトゥー、アイキドーみたいな投げが決まりました。アイキ近いでもある。ラウンド5、はい、さあ第5ラウンドが始まりました。いや今度はブレイクブレイクブレイク飛んでいきましたね。ブレイク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 、離れて離れて、もはやリングが狭い。はい、さあやはりこの車輪の駆動が速すぎる。ちょっとリングが狭く感じる。素晴らしい動き。ブレイク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 、はい、モーターというのは、まあ、ロボットの筋肉のような部分ですよね。 おっとこれガッツリ入ってしまったか。あーすごい。ダウン、頭から落ちた。いやーあと1分経過。今すごいですよ。足をまず掴んで持ち上げたところ、はいはい、あの浮いたところを上半身に変えてで投げつけたっていう。シックス。おっとこれは起き上がり。とんでもない。ないのか。首に入ってしまったか。痙攣してるように見えるが。ない。そうですね。え、どうなんだ。やはり最強王者が最強だったのか。起き上がれるか。おわった。それは追撃はどうなんだ。最後息の根を止めました。止めました最後のあのクリームして。ただいまの試合テクニカルノックアウトによりサーガ選手の勝利です。総括商工会議所祭り2022年、サーガ選手おめでとうございます。いやメタリックファイターが単価で運ばれていきま す, ます。やはり先ほどの脳天直撃の攻撃が点火でございます。おめでとうございます。サーガ選手これは総括ですね。まさかの2冠。いや本当に18度防衛の名は立てじゃない。19度防衛になってしまいました、いやこの両タイトルの今後の扱いもね、あの気になるところですね。そうですね。